アスカ文化は水古町を頂点として山和を中心に花開いた仏教文化である。時期としては一般に仏教都来から大化の改新までを言う朝鮮半島の九だらや高栗を通じて伝えられた中国大陸の南北朝の文化の影響を受け国際性豊かな文化でもある。多くの大臣員が混流され始め仏教文化の最初の交流期であった仏教のくだらからの光伝は 538年、または552年とされている。日本初期は、金明天皇13年、くだの西王の使者が、近藤釈迦仏像、経典などを天皇に献上したと記す。一方、上宮、聖徳法王定説、願号寺縁技はこれを、金明天皇7年の土の絵馬年のこととする。初期と、上宮、聖徳法王定説、願号寺縁技とでは、 天皇の在位年代が異なっており、上記の土の絵馬年は、初期では、戦火天皇三連にあたる。現在では、仏教光伝を538年とする説が、一般的だが、異説もある。当時仏教需要の先頭を切ったのは、我稲目であり、九だの西洋が、日本の朝廷の伝えてきた、近藤釈家像、京典若干巻のうちの仏像を小魂殿の家に、安置し、さらに、 向原の家を清めて向原寺とした。仏教の摂取とルフに大いに貢献した蘇我氏とこれに反対するモノノベ氏との対立は後に、蘇我馬子とモノノベモリアとの間での戦乱を招く。これに勝利した蘇我氏と蘇我氏系だよのもと、王権の本拠地である、アスカ系を中心に仏教文化が発展する。アスカ仏教は、くだと高栗の仏像によって支えられていた。九十五年に、 コークリゾエジ、くだらゾサトシソウが来庁。しかし、翌年には、アスカデラに住まうようになる。7世紀後半になると、中央政府が地方の皇族への寺院建築を奨励したために、全国的に寺院の建築が活発化する。日本最古の本格的寺院であるアスカデラや四天王寺は、宇治寺として創建されたが、後には漢字に準ずる扱いを受けた。 造事、造物の技術者は、主として、朝鮮からのトライ人やその子孫たちであった。また、594年に、仏教交流の御事のりが下されたのを受けて、初心連たちが、天皇と自己の祖先一族のために競って、指示を作り始めた。南波、日本書記によれば、聖徳大使の発願により593年に、建て始められた、アスカデラと共に、 日本最古の本格的仏教寺院の一つである、ス春ュの朝の588年に着工され、596年に完成した、蘇我馬子が造営の中心になった。寺氏は、孫の長子、善徳。日本で最初の本格的な寺院で、宇治寺であるが、蘇我家王族の強い支援のもと、漢字としての性格が強い。仮覧は、南北の中軸線上に、南から南門、 中門、塔、近道、高道が一直線上に並ぶが、塔の東西にも近道が置かれる三近道式である。中門から出ている回廊はその外側を通って、近道の背後で閉じている。現在のアグイ本堂は、創建時の飛鳥寺中近道の位置にあり、蔵作りの取り作とされる、近道仏、飛鳥大仏が安置されている。593年塔の新祖に、仏舎里を安置したという。 これ以後の皇居も、ほぼこの飛鳥カを中心にしたアスカに置かれた。飛鳥カの中軸線と展示庁の末年か、天武初年に建てられた、河原寺の中軸線との中心線は、天武町の藤原家の設定の一基準となり、両中軸の間隔はまた、飛鳥カの方角じわりの基準となった。除名天皇により639年に建立され、除名の没後、妻の皇玉天皇、 この天智天皇によって継承された最初の天皇家発願の仏教寺院である桜井氏木美の木美池廃寺が寺跡に否定されている。完成寺には蘇我氏発願の飛鳥カ寺を遥かにしのぎ、九十の塔がそびえ立ち、高さは法隆寺の五十塔の二倍もあり、現代の二十五階ビルに相当し、当時の東アジアでも超一級の寺院であった。この寺は高市大寺、 大寒大寺と解消、移転を繰り返し、平城京に移転して、大安寺となった。陽明天皇により発願され、その意志を継いだ、聖徳大子と水庫天皇により607年に創建された。創建伽藍は670年に消失し、現存する、祭院伽藍はその後の再建であるが、日本最古の木造建築である。皇玉天皇元年に三国都来の和光三尊。 阿弥陀如来が、現在の地に遷座、光玉天皇三年、光玉天皇の直眼により、本堂を創建、光玉天皇の命により、聖徳太子妃であり、蘇我馬子の娘である、とじ子のイラツメが出家し、御子光商人を名乗り、善光寺の解散商人となる。白地五年より本尊が秘仏となる。解散商人から現在に至る、約千四百年間、皇室。 くげから出家した歴代の二孔商人により、その厚い信仰と平和への祈りは、綿々と継承されている。アスカ大仏仏像の材質は、木造と近藤作りがある。代表的遺品として書きがある。アスカでラ本尊、法隆寺近藤釈迦三尊像などに代表される、様式を、取式と言い,い、安人系の目、青靴木型の鋭い唇、アルカイックスマイル、左右対称の幾何学絵門、 正面干渉性の強い造形などを特徴とする。かつては、取引の仏像が、北義様式、法隆寺くだら観音像などに見られる様式が、南陵様式とされたこともあった。しかし、南朝の仏像の現存するものが少ないこと、日本へ仏教を伝えたくだらと北義とは、相互交流が乏しかったことなどから、取引を、北義様式、くだら観音を南朝様式。 と明快に割り切ることは疑問視されている。終物、ありがとうございます。